こんにちは、綺麗になる亭チャンネルのぐんじです。アレンジから見たい方はこちらの秒数まで飛ばして見てみてください。はい、というわけで今日のテーマは職場でやっていけるヘアアレンジ5選です。今回は今私の髪の長さのアレンジじゃなくってボブの長さの職場でもできるまとめられるようなヘアアレンジをご紹介しようかなと思うので、髪が短い方ぜひ見ていただけたら嬉しいです。職場でいいねって思ってもらえるアレンジが何だろうって考えた時に、まずはアメピンを使わない、アメピンがダメな職場もあるかなと思ったのでアメピンを使わない、そして簡単で可愛い、これを私なりに軸として今回アレンジを5個ご紹介させていただきたいなと思います。私より短い髪の方に参考にしていただきたい動画になるので、今の状態で私がお伝えするっていうよりは以前配信した動画の中から私がさっきの条件に当てはまるいいなと思ったものを5個よりすぐってご紹介していきますので、一度見たことがあるアレンジだなと思う方ももしかしたらいらっしゃるかなと思うんですが、そちらは大変申し訳ないんですがご了承いただけると助かります。じゃあ午後からヘアアレンジを5つ一気にご紹介していきます。というわけでスタート。なるってよ。髪の毛を後ろで1つに縛ります。横の髪の毛や真ん中の分け目などしっかりとなくなるように後ろに向かって手ぐししてあげてください。横リンパをしていきます。横に穴を開けてください。あまり大きな穴を開けすぎると髪が短い方は毛がバッと出てきてしまったり崩れやすくなってしまったりするので、人差し指と親指がギリッギリ入るくらいの髪の毛の穴を開けてあげます。毛先を穴の中に通していきます。通す時もあまり無理やりやってしまうと穴がファンと広がってしまうので、人差し指と親指で髪の毛をつまんで引っ張り出してあげてください。出てきた毛先を2つに分けてギューッとゴムを締めていきます。毛先を反対側に持っていってまたゴムで縛ります。私より髪が長くて毛先が結構余っているっていう方は毛先を出し切らずにお団子の状態で縛ってあげても OK です。このゴムの部分を内側に折りたたんだらこちらにピトッとくっつけて留めていきます。1個で留まってくれる方は1個でもいいし、心配な方は2つで留めてあげてください。そうするとこんな感じです。で、基本的に和装のアレンジを今回はイメージしているのでほぐさなくてもいいかなと思うんですけど、ちょっとカジュアルにしたい方は少しほぐしてあげても可愛いと思います。両サイドの耳前の髪の毛を分けておきます。余った真ん中の髪の毛を縛ります。
最後、毛先を出し切らずにお団子の状態で縛ってください。髪が短い方はお団子の毛先がピョンと出てしまうのが気になると思うので、もう一つゴムを使ってこのお団子を持ったまま縛ってあげてください。サイドの髪の毛片方を2つに分けて後ろに向かってねじねじしていきます。この時前に向かってだったり横に向かってねじねじしてしまうと、後ろに持っていった時に顔の横がボコッとしてしまう仕上がりになってしまうので、手は辛いですが必ず後ろに向かって頑張ってねじねじしてあげてください。お団子のところに少し巻きつけて上からゴムで縛っていきます。きつめに縛ってあげてください。反対側も同じです。サイドの髪の毛を2つに分けて後ろに向かってねじねじしていきます。キュッキュッときつめにねじってあげてください。毛先までねじれたら、お団子にまた巻きつけて上からゴムで縛ります。ほぐさないとこんな感じです。つるんとした感じが良ければこのままでもいいのですが、今日は少しほぐしてみます。お団子の部分を持ちながら少しずつほぐしてあげてください。ただ髪が短い方はこのねじねじしている部分をピョンと引っ張ってしまうと毛先が出てきてしまうと思うので、あんまり引っ張りすぎないようにだけ注意してみてください。こんな感じでほぐせたら完成です。もう少し大人っぽく綺麗めな感じで仕上げたいっていう方がもしいらっしゃいましたら、もう一工夫してみましょう。真ん中に穴を開けてお団子ごとくるりんぱしちゃいます。そうするとお団子の部分が下に行くので、すっきりとした綺麗めなまとめ髪に仕上がります。でくるりんぱした上の部分はへっこみやすいので少しだけ引き出してあげましょう。こんな感じで完成です。なるってよ。髪の毛を一つに縛っていきます。しっかりと分け目がなくなるように毛を後ろに流しながら縛ってあげてください。ここをくるりんぱしていきます。真ん中に穴を開けて毛先を入れていくのですが、ここでストップ。
ップして周りの髪の毛をギュッと掴んで上から縛っていきます。ちょっと流れが早かったので、もう一度ゆっくりやってみましょう。一つに縛ったところ、真ん中に穴を開けて、くるりんぱをしていくのですが、毛先は下に出し切らなくて OK です。この辺で止めて、周りの髪の毛をガシッとつまんで、お団子をギュッと持ったら、上からゴムで縛っていきます。そしたらお団子が完成します。お団子の上の方がパックリ割れてしまっている方もいると思うので、そこはこうちょっとほぐしながら調整してあげてください。こんな感じで完成です。お団子を支えて上の方をちょこっとほぐしてあげましょう。髪が短い方はほぐしすぎるとこう毛先がぴょんぴょん出てきてしまうので、ほぐしすぎには注意してあげてください。こんな感じで完成です。耳の上あたりの髪の毛を後ろで縛ります。この時全体的にしっかりと後ろに向かって手ぐししながら縛っていってください。毛先をこんな風に広げます。わーっと360度きれいに広げてあげてください。もう一つのシリコンゴムで上から縛っていきます。こんな感じで上にかぶせるように縛ってあげてください。お団子の部分を少しほぐします。こんな風にいろんな方向からつまみ出すようにほぐしてあげてください。余りの髪の毛を縛ります。真ん中に穴を開けて逆リンパしていきます。毛先を下から上に通します。で、毛先を2つに分けてぎゅーっと締めてください。そうするとこんな感じです。上の方をほぐしてみましょう。ここもほぐしすぎると毛先がどんどん出てきちゃうので、あんまりほぐしすぎないように注意してみてください。この毛先の部分はぴょんぴょんしていても抜け感があって可愛いかなと思うので、このままでも個人的にはいいかなと思います。しっかりとウェーブ巻きとかをしてあげて、そこから縛ってあげるとより抜け感が出て可愛い仕上がりになると思います。
こんな感じで完成です。このゴムが見えてしまうのが気になるっていう方はヘアアクセサリーをつけてあげます。こんな感じで完成です。なるってよ。まずはワックスを取って手全体になじませていきます。そしたら後ろに向かって手ぐしをしながらワックスを全体的につけていきましょう。で、この辺で一つに縛ります。そしたら毛先を丸めていきます。毛束を取って内側に巻く、少し毛束を取って巻く、毛束を取って巻くっていう感じでやってみてください。髪が短い方は髪とアイロンとの距離が短くなるので火傷しないように注意しながらやってください。こんな感じでいくつか内側に巻くことができたら、今度はコームを使って毛先を逆立てていきます。この逆立った髪の毛を崩さないようにふんわりと丸い形にしたら上からゴムで留めます。こんな感じでできたら上の方を少しだけほぐしてあげましょう。まあ、この時ほぐすほぐさないは好みでやっていただいて大丈夫なので、カジュアルに仕上げたい方はほぐしてもらって、ぴっちりしたい方はほぐさなくても大丈夫だと思います。こんな感じでできたら完成です。ヘアアクセサリーをつけるとこんな風に印象が変わるので、ちょっとイメージを変えたいなっていう方はお家にあるヘアアクセサリーでいろいろ試してみてください。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。もういつもより少し長い動画にはなってしまったんですが、アメピン不要、簡単、可愛いの条件で選んだ5つのアレンジをご紹介してみました。職場でなんか使えるアレンジのリクエストに応えられたのかなと思うといささか疑問ではありますが、ご意見があればコメントいただけるととても嬉しいです。まあその他にも質問だったり、やり方わかんないとか、できたっていう報告とか、いろんなコメントもたくさんしていただいたらとても嬉しいし、なるべくコメント返信するようにしておりますので、ぜひコメントもお待ちしております。というわけで、また皆さんも私も綺麗になれるような動画配信していきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとはインスタグラムもやっております。概要欄に URL 貼ってありますので、チェックしていただけると嬉しいです。では今日も動画この辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。